ドスマッカを討伐を、ニャンターでいきますか。ま、ニャンターはいくらかやったんだけどね。ここのアイテム持っていけるんだけど、使えないからね、持っていく意味があんまりないんだよね。まあ本編になるとアイテム持って帰れるかもしれないから、持っていく意味があるかもしれないけど、とりあえず体験版では無意味。まあ行くぜ。でね、ニャンターはあのヒットポイントの下にあるどんぐりかな、この回数復活ができて、それがなくなって死んで初めて死亡扱い。そういった意味では、なんだろうね、1回、2回、3回、さらに1回、2回、9回死ねるんだね、ソロだったら。よっ。で、スタミナがないから無限に崩れるんだけど、結構攻撃が隙間見る。意外に X と Y で派生があるんだよね。基本は X 攻撃をしてそのまま走り抜ける。で攻撃をしていると、ゲージが溜まって、ゲージが溜まると必殺技が打てる。こんな感じ。基本は X 連打コンボが威力高いんだけど隙間切れだ。結構抜けながら行こう。で A ボタンがこの石ブーメラン。ちょっと待って、溜めれる。まあ、どれぐらい威力があるのか全くわからないんだよね。で今そろそろ2が溜まるね。オータル爆弾がなんだかんだで強いのかな。よく行け。で一応ジャンプ攻撃で乗ることも可能だったと。基本は一発殴って逃げるみたいな感じかな。で、これが威力が高い。なんだかんだで。多分。割と隙だらけなのかな。基本はかわして殴ってそのまま去る。いけるか。ダメージ稼ぐにはやはりこれを出さないと。はい、失敗。いるんだ。じゃあ行っとくぜ。でタッチだとね、武器出しっぱなしでも必殺がいけるんだよね。なんか詰まってるなこいつ。今は怒り状態か。意外にこの攻撃だけ殴っても勝ちきれるもんなんだよね、時間内に。食事行くか。行くなら任した方がいいんだよ。行かないか。ほらよっと、オータル爆弾を食らえ。ナイスヒロミ。まだバテてる。よし、
なみに武器出した状態での R は防御だったね。ああ移動しちゃった。そして減ったヒットポイントは薬草笛でひたすら回復。ゲージを使うことで回復の杖で吹くと回復量が割とでかかったり。まあギャンターさんの攻撃は隙もあるしそんなに攻撃力もないからまあ使いにくいね。よしこれ来た。サポートゲージが1減るんだよ。だからこの1で使える技は連発ができるようになる。まあ連打しすぎる。おーい短すぎ。これも長い時と短い時があっていまいちわからないんだよね。一発無駄に使ってしまった。このあ間違えた。武器出そうと思ったら間違えてフーフーいじゃった。で攻撃食らうと怒るんだよね。怒ってると武器出し状態でも常に走れるようになる。それはあかん。あ回避できた。あぶねー。よし、吹っ飛ばしたらコンボを決める。多分ダメージでかいと思うんだけどね。まあ基本は X 一発で回避しながら安全に戦いたいところ。意外にダメージがあるんだよ。やっぱなんだかんだで爆弾が強いからね。いかにして爆弾を決めるか的なところは。3溜まったな。爆弾を決めたいんだけど確定のタイミングで効かないと2使うからかなりもったいね。うそー。回復へ行ってみようかな。移動してる。どれぐらい回復するのかな。おいいね。とりあえず薬草笛。さて爆弾2発ぐらいぶつけたいところ。食事とかしたらいいのよ。安全に決めるには近づいていく。決めろ。回転攻撃。お、バテてるバテてる。コンボコンボ。多分 X フルコンボが一番強いとは思うんだけどね。飛ばした。くらい。うわあ、もったいない。2使うのに。
これも3発当たると結構な威力が多分出ると思うんだけど、負けてる時はフルコンを目指す。飛ばした後に1溜まってたら突っ込みたいとこなんだけど、まあしょうがない。ほらもう足切った。まあ移動もあってから。いやとは倒すだけ。お、来たー。そろそろ終わると思うんだけどね。よし、ここだ。そこだ、くらえ、フィニッシュ。終わんなかった。まだか、そろそろだと思うんだけどな。ニャンターいけ。よし、フィニッシュ。まあね、ニャンターでもやれるもんだね。アイニャンタ。ツボだよ、ツボだよ。